大チャンネル始まりました。今回から海外編始まります。ってことで第1本目はですね、海外旅行に必要なものみたいなことやってみます。僕は今からタイ旅行行くんですけどね、もうタイ旅行に関わらずね、多分これ全部必要じゃないかってことを話していきます。まずね、第1位てか、まず必要じゃないものか、必要ではないもの言いますとね、ワクチン接種の有無みたいなね、なんか紙みたいなね必要だったんですけどね、もう今回からというかもうね、今年ぐらいからねもういらないんでね、もう安心してください。もう本当大丈夫ですってことでね、まず一つ目でしょ。で2個目が PCR 検査、PCR 検査のなんか、まあ、検査やったかどうか、40何時間か70同時間同時間がやったかどうかって話なんですけどね、もうそんなことも忘れてください。やんなくていいんです。僕も何もしてません。鼻になんか突っ込んだりなんか唾液バーとかね、何もやってないです。何もいらないです。っていうかこの2個がとりあえずいらないってことでね、まあここから必要なものを話していきます。必要なものね、まずお金、まあ当たり前ですね、お金。そうですね、タイとかはとやっぱりどうしてもキャッシュっていうか現金使わないといけない状況があるんでね、まあ必要ならまあここでも買えていいですけど、僕は大体向こうで買えます。2個目がですね、パスポート、パスポート一番にした方がよかったな。パスポートめっちゃ大事です。僕は一回やらかしてね、自分で気づいたんですけどね、旅行行ってる期間中にこれパスポートの期限が切れるってことでね、まずいと思ってね、行く前にね、まあパスポート更新行ったんですけどね、その時旅行代理店とかいろいろ通してね、まあパスポート提出なんかしていろいろやってたんですけどね、結局気づいたのは僕だったんでね、マジで危なかったっていうね、気づかんかったらマジで向こうで帰れないみたいな。パスポートの期限とか、覚えててください。でちゃんと所持してください。僕も今あります、どっかにあります。まあ、次が航空券、航空券はね、まあ絶対僕はあのオンラインでやったんでね、まあ、特にそのなんか紙みたいなのなんですけどね、まあ一応さっきのチェックインなんかチェックカウンターで一応手に入れたんですけどね、まあ別にまあそれ絶対重要ってわけでもない、いや重要だめっちゃ重要です、すいません、めっちゃ重要なんでね、まあ航空券手に入れてください。まあ次はね、まあ衣服、まあ僕はこんな感じで着てるんですけどね、まあちょっとすでに暑いんでちょっとまあ脱ぎますけど、脱ぎますけど、タイでも寒いとこは寒いんでね、こういうの着てます。まあそれはまああなたが行くような行く場所によりますけどね、これがヨーロッパとかね、まあ寒い地域行くんだったらもうちょっと、着込んだ方がいいですけどね、まあそれでもね、僕は大体3日分用意しますね、3日分、そんなにもう僕は需要ではないというか、本当に決めたい、もう向こうですごいもうモテたいみたいなそういうこと思っていたら、まあそれ重要かもしれませんけどね、まあ、そんなにいらないんですよ、しなくていいんです、そんなことしないでっていうことを言いたいですね、その高い高価な服とか着やすかしたらね、もう何されるか分かんないでね、まあもうライトな格好でいきましょう、ライトでね、3日分ぐらいっていうのはね、正直2日分ぐらいでいいんですよ、ただ毎日洗濯するのめんどくさいでしょっていうことで、3日ぐらいあればまあ安心ってことで、で次が、まあ、充電ですね、バッテリー、これほんと切れちゃうんでね、僕前まで iPhone7 使ってたんでね、もうほんとバッテリーがいかれてたんでね、僕旅行先でもね急になくなるみたいな、ことあるんでね、まあでもこんな感じでね、なんかチャージみたいな感じでここにね、こういう空港とか行くとこうやって1000円だけあれば充電できるんでね、まあまあそんなにパワーバンク必要ないか、でもまああったら便利です、僕は常に持ってます、パワーバンク。じゃあまあまとめると、まあまずパスポート、チケット、衣服、何だっけ今俺何言ったんだこれ何してたんだろう、てかもう熱あそこにタイ航空見えますけどね、これ見とったらプワーいっちゃわないからね、ちょっと大丈夫かなと思ってるんですよね。そうだ言い忘れてた、時計、腕時計めっちゃ重要です、本当に僕今してないんですけどね、これはね電車の中で気づきました、いつ来るかな、はい、あ大丈夫です、はい、大丈夫っていうか、受け答え間違えました大丈夫って言っちゃった。でも話戻しますとね、やっぱ腕時計マジで重要でした、僕はね G-SHOCK 使ってるんですけどね、ずっとマジで8年10年ぐらい使ってるんですけどね、それなんで忘れたかな、ずっとつけっぱなしでね、最近ちょっと暑いでしょ、汗かいてねすごい臭かったんですよ、でね臭いなとか思ってね、まあ洗おうかなと思ってね、多分洗面台の上置いたんですよ、マジで忘れた、あもう今めっちゃ苦労してます、今正直何時か分かんないです、受けないしって感じでした、じゃあこれから、飛行機乗って、まあ、向こう着いて楽しみますっていうような動画をね、この動画の次の動画からどんどんやっていくんで、よろしくお願いします。それじゃあまた会いましょう、大地でした、バイバイ。